くりしていってね。お茶はいかが？アットン。皆さん、はじめましての方は、はじめまして。てか、はじめまして。今回は、兄貴が買ってきていたゲームを無断で、プレイすることにします。その動機は、なんとなくです。ではでは、いざプレイ。イージーにしたい、けど真のゆっくりは、ハードザマス。繰り返されるレプティロイドの騒乱により地上は荒廃し、人類は月への移住計画を進めた。この計画のためヤコブと呼ばれる軌道エレベーターが建設され、高性能な新世代型レプティロイドたちが月面作業のため宇宙に運ばれていった。こちら X、 軌道エレベーターヤコブ警備中に事故発生、至急救助用メカニロイド。ガシャン。ちょ、まじまって。毎回恒例のスキンヘッドのケツアゴさんがいっぱい、わら。シグマ。と、そこに美少女型ターミネーター。じゃなくて、これ男です。頑丈なシグマボディをコピーしていたのです。私たち新世代型レプリロイドには、完全な耐ウイルス性能があります。ふざけるな、初見おどしめ。シグマボディをコピーしても何の問題もありません。絶対あるフラグでしょ。君は？私はルミ。この軌道エレベーター、ヤコブの管理者です。ボカーン。今回のエイリアさんは髪を下ろしていることに一体何人の人が気づいたことでしょう。レディX、今回のイレギュラー反応はこれまでとどこかパターンが違うみたいなの。調べてみたいから、できるだけサンプルを集めてみて。わかった、行くぞアクセル。いつでもいいよ。アクセルの助けが必要な時はプレイヤーチェンジができるわ。へへ、僕とチェンジしたら X の出番がなくなっちゃうかもよ。後でゼロも応援に向かわせます。二人とも気をつけて。お願い。
ではでは、私ゆっくりの冒険にしばしお付き合いください。昔、兄貴に少しだけこのゲームをプレイさせてもらったんですが、アクセルとゼロが好みだった覚えがあります。ちなみに、私ゆっくりのロックマンのプレイ経験は、ロックマン X6 とこの作品の全体の 5% ぐらいです。まあ、我らのヒーローが開始早々、冒険しましたところで、何やら中ボスの気配。二人とも注意して。このイレギュラーのことを調べたら、相手を捕まえて身動きを取れなくて捕まえられたら、ダメージがひどくなる前にレスキューチェンジよ。この手の敵は大体頭打てば勝てる、と予想。もしくはガーディショット打てば勝てるんじゃね。このデカブチ死んだヒーローの機関、今のイレギュラーの AI サンプルが手に入った。すぐに調べてみるわ。そっ、了解。一時起動する。もちろん任せといて。交代だ。ここからは強制的にバーロー効果の模様回ってくるでしょ。これは想定外。だがしかし、このゆっくりが負けるわけがない。はい、リトライの冥界から戻って参りました。ゆっくりです。これまでに2回のタイトル画面に戻しやがって、あの神ですいろいろね。私はイレギュラーハンター。こいつらを噛みまくればいい。ただそれだけさ。うん、拠点はイレギュラー。それ以上でもそれ以下でもないのさ。こんなに挨拶で死ぬコウモリたちもなんだかかわいそうに見えてきました。ゆっくりです。手間取っているようだな。ゆっくりの大好きなロックマンゼロです。遅れてきてそりゃないんじゃないの。ゼロ本気出したらこの程度のミッション僕一人で十分なんだからね。元気なことだ。急ぐ。ゆっくりはこのセーバー主体のゼロが大好きです。自らロックマン X6 ではゼロを主体でやっていました。出番だね。とやー、気持ちだけが振り渡って、お前の番だ。楽勝。すみません、肩がきてしまいました。そしてバーローが戻っていった。ゼロ、聞こえる？解析結果が出たわ。ナイスゲット。ここは
存在バーレンを自己身に置くか、発売がアルファベットに実施するための場所だと、私自身は考えております。メタルいっぱいで幸せ。すみません、また探してしまいました。特定施設の時間、トイレのゼロの方が、私は好きなので、これで乗り切ろうと思います。まだまだ。はい、どうぞ。負けるか。任せた。やっぱり、あれですね。ゼロって、上級者向けですね。そんな言い訳はさて、私ゆっくりは何度か他人がロックマン X をやっているのを見てはいますが、ゼロの起動クラブは、多すぎやしませんか？だから、今回も死んだふり、からの生還者ニュークラブだと信じています。予想的中。エッチ、分析してみて。アタックゲージが溜まったら。すいません、また飛ばしてしまいました。どうやら僕の見たいですね。ワン。中国勢のようですね。そうそう、聞いた話では、ボスの届けをバズルアタックで決めるかどうかが上がるらしいですね。ですので私ゆっくりも、バズルアタックで綺麗に決めようと思います。おやぁ、ざまぁみろこのデカブ。どこでの空襲けれども一発くらいは当てようよ。どこぞのボバフェットだよ。元永久ハンター、今は俺たちの敵、お尋ね者のイレギュラーだ。お前たちと遊んでやりたいんだが、まだ仕事が残っているんでね。ルミネ。そう、これで起動エレベーターは我々の手の内となるわけだ。貴様、何を企んでいる。X 始めるんだよ、新しい世界を。な。ああ、美少年連れてかれちゃった。これでこの実況のパート1は終わりにします。ありがとうございました。手ごわい。私たちのスタートは順調だった。アクセルを失いながらも難なく中ボスを倒すことに成功したのだった。がしかし、青き英雄 X が本部に帰還し、バーロー一人で進むことになった私ゆっくり。その瞬間、グリ
り返されるリトライの嵐。そして、なんとか進み、赤き英雄、ゼロを手に入れた瞬間から変わった。そこからはノーミスで進み、一旦ゼロを失いながらも、最後は綺麗に X とゼロのダブルアタックでオープニングステージを制すのであった。そして、その結果は、いい判定だとこだ。そいつはただの B 級ハンターに過ぎん。そんな B 級のところでもゆっくりしていってね。ルミネ、ヤコブ管理官の彼をさらったとなると軌道エレベーターをコントロールするつもりなのね。でも何のために？わからない。だがババは新しい世界を始めるとか。いずれにしてもイレギュラーたちが何かを企んで動き出せば。あ、ワイワイ、各地でイレギュラー反応。ついにやってきましたよ、ステージセレクトの瞬間が。大抵は左上にいるボスが弱いはずなんですが、ひときわ弱そうなボスを発見しました。プレイするキャラはバーロー使いにくかったので X と0にします。今回サポートしてくれるナビゲーターを紹介したことが、ご覧嬉しい機能。はじめまして、ハンターの皆さん。予言担当なんですね。適切な技術でお役に立てると思います。こんにちは、声と髪型的にロリ担当みたいですね。改めて言うまでもないけど、エリアさん髪下ろした方がやっぱ可愛いですね。戦いに出る前に私たちのうち誰にナビゲートさせるのか選んでね。誰も選ばずにナビゲーションを切っておくこともできるわ。そんなことはしませんよ。それにしても困りましたね。こんなにも魅力的なキャラがいっぱいいると、どれを選べばいいのやら。ちなみに私ゆっくりの好みは、ロリです。でも、この動画のウプ主がエイリアさんにしろとうるさいのですが、ここはやっぱり、オフにします。うるさいんだもん。バンブーパンデモニュー。ぬお、このパンダ顔以外クソでかい。あの腕的にめちゃくちゃ強そう。ではでは一挙やっていきましょう。ぬお、バッコさんの調子が。爆発するブロックですと。なんだこのガンダムみたいなのは。あ、ライドアーマーか。にしても体力高い。3発で死亡ですか。こちらもライドアーマーゲット。これでレプリロイド無双できますね。抜けられん。どうせこのボタン打つんでしょ。食いつぶし攻撃とは、X6 ではそんなものなかった。X6 のライドアーマーより、めっちゃかっこよくなってる。だってこんな感じで動きにキレがなく、ジャンプした後のパンチくらいしか、使えたものじゃなかった記憶があります。ただ、上のプレス機の、うっかい棒になるのは嬉しかったです。序盤しか使えませんでしたが、この扉は中ボスですかね。なんという大群。この私に気を見せたいのは誰や。やなぜ敵とこちらが使っているライドアーマーではこんなにも性能の差があるのでしょうか。ポンコツオスです。メリケット。確かここら辺りに X のパワーアップパーツが落ちていたような気がしたんですが、そうそう、ここの左上あたりの場所でした。ライドアーマーなしじゃいけない距離っぽいですね。ということでこのライドアーマーは大事にしたいと思います。え、マジか。すばしっこいし、攻撃力もバケモンクラス。うわぁ、ライドアーマーがー。やっぱり大事にするのは、自分の命の方でしたね。おかげでライドアーマーも失っちまった。ゴリ押しゴリ押し。嘘、どちらも一撃で死んでしまいましたよ。
ラスボスこいつで良いんじゃないでしょうか。次こそはちゃっちゃと終わらせて、この動画のタグに人力タフと書かれるくらいにサクサク動画にしてしまいたいと思います。遠距離タイプに変更します。よっしゃ、影のラスボス撃破しましたよ。ざまー、そういえばオープニングステージもそうでしたが、この変な豆電球みたいなレプリロイドが敵を覚醒させているみたいですね。こいつらを優先で破壊したいと思います。捕まっちまった。ゼロの回復を待つため、しばらく操作キャラを X に変更します。とはいえ、ダブルジャンプなくなるときついですね。言わんこっちゃない。そういえばもうリトライできなかった気が。しばらく何も話したくないです。さっきのとこまでカットします。どうです、6年前の記憶が正しかったみたいです。パーツを用意しておいた。まずはニュートラルアーマーを渡そう。このアーマーに様々なパーツを取り付けることで、カプコン会を前に渡すのはフットパーツアイじゃ。このパーツを装備すれば普段よりも高くジャンプすることが可能となる。この能力を装備したければカプセルに入るがよい。一見するといらねえと思う方もいらっしゃると思いますが、実は結構嬉しい機能であります。敵の攻撃を避ける点では非常に優秀なパーツです。わしはいつでもこのようなものが使われることのない平和な世界を願っているぞ。嬉しい機能を追加していただいて、親父さんには感謝感謝なんですが、なんでこんな生きにくい場所に配置させたんでしょう。一歩間違えれば、親父さんの有人類の希望とやらが、花火となってジューンしてしまう可能性も十分あるトラップが、張り巡らされています。さっきと同じ、X の回復を待つことにします。この回復機能は結構嬉しいものですね。ダメージが完全に回復するまで身を隠してみよう。あらや、私にっくりの記憶の中に黒歴史ムービーが流れてきたような。そんなことは気にせず、なんとかこのライドアーマーを上まで持っていきたいところです。おやあ、成功しましたよ。カプコンスタッフ並みだね。この大群プレイヤー並みだね。まさかの2回目があるとは。ここは無強化状態のキャラたちでは、ライドアーマーは必須品みたいですね。なんとか切り抜けました。被弾率がむごい状況ですね。いくらこれに乗っているからとは言っても、これは自重しなければいけないレベル。もう少し、ロックマンが上手くなりたいものです。無常からとは、初見殺しですか？彼の死は決して無駄にはしません。毎度このチャージしながらのダッシュが少しやりづらいです。お、これは綺麗な階段に適当にチャージショット打っただけですが、ラッキーです。どうやらようやくパンダさんと間に合えるようですね。楽しみです。しかもこっちにはライドアーマーもついています。お、予想以上にでかい。危
険なフラグ立ってきたような気が。ロケットの始まりは戦争に使われるミサイルだったんだよ。世界は破壊に使われるものばかりを作り出してきたんだ。ミサイルとか僕たちレプリロイド。それはイレギュラーの考えだ。レプリロイドの誰もが破壊を望みはしない。破壊を望んでいるのはこの世界だよ。僕たちはその手伝いをするだけ。ちょちょちょ、やっぱでかいって。このままゴリ押しでいけそうです。うわぁ、やべぇ、しまった。ダブルアタックで倒すのを忘れていた。ま、とりあえずミッション完了ってことで。そいつはただの B 級ハンターに過ぎん。手ごわいや。うるせえ、黙れ。このチップで残機が変えるというシステムはマジ嬉しすぎです。X？ どうしたの？まだ始まったばかりよ。そうだ、また始まってしまった。俺たちは一体いつまでこんな戦いを。ヒヒー、これからいっぱいイレギュラー退治できると思うと腕が鳴るね。アクセル。いや、エイリア、アクセルの言うことも間違ってない。こうしている間にもイレギュラーたちは暴れているんだ。パート2をここで終わらせたいと思います。ここまで見ていただき、誠にありがとうございました。皆さんはじめましての方ははじめまして。ゆっくりです。長いオープニング、失礼いたしました。とは言ってもあのオープニングなかったら、この動画の時間が10分切ってしまいそうなので、そこは勘弁してください。こいつに決めた。今回も、ゼロと X で行きたいと思います。ナビゲーションのことですが、またもや隣でウピ主がうっさいんで、オフにします。誰ですかね、これは。クワガタ、アリ。どちらにしても今回は弱そう。ではゼロからのスタートで。痛い。時空転移装置的なもの発見。ボタン押すっぽいですね。このボタンを押すと、重力が変わるみたいですね。やっぱりこのロックマン X8、純粋に楽しいです。話は変わりますが、先日この前の作品、X7 を買ってみました。感想はというと、カメラが 3D になったのは斬新なアイディアだと思うのですが、正直言ってすごくやりづらいです。それに、みんな大好きゼロさんがとてつもなく弱くなってるし、アクセルは X の弱体化だし、X は初めから使えないので育てるのも遅れてしまいます。それに X のやられる時の声がただの喘ぎ声です。はい、何度聞いても喘ぎ声にしか聞こえません。こんな感じです。ちょっと聞きづらいかもしれませんが、私ゆっくりにとっては明らかに喘ぎ声にしか聞こえません。で、別に私が、そういういやらしい考えを持ってるからじゃ、ないんだからね、しっくり。
ちょっと脱線しましたが、前作のロックマン X7 は私にとってはあまり楽しめませんでした。なんで続編がこんなに楽しめたのか少し調べてみたところ、なんとスタッフが全員入れ替わっているではありませんか。そのスタッフは X シリーズの5、6、そして7を開発しましたが、評判は良くありませんので、今度4作目をプレイしたいと思います。もしかしたら、またゆっくり実況をするかもしれないので、暇だったらゆっくりしていってね。それにしても、早くロックマン X9、出てくれませんかね。もう待ちくたびれています。と思ったんですが、ハードモードやっときつい。なんじゃこりゃー。初見殺しにもほどがある。はっきり言ってクリアできる自信ありません。ここからは私の全力のやられざまシアターを暇でしたらご覧ください。わざと死んだことはありませんよ。この華麗な回避は、そんなに褒めないでください。照れてしまいます。そういえばリトライの冥界に入った時、アクセルの変身機能を使えば、トゲトラップを回避できると聞きました。ここで発動なんでしょうか？当たりのようですね。パーツゲットです。X よ、こんなこともあろうかとお前にパワーアップパーツを用意しておいた。今回お前に渡すのはヘッドパーツアイじゃ。このパーツを装備すればジャンプ中敵に頭突きをしてダメージを与えることも、この能力を装備したければ勝つ。私はいつでもこのようなものが使われることのない平和な世界を願っているぞ。と、ここで一言。最初のオープニングにいくつかの画像を挿入させていただきました。その中にこの、働いたら、負け、の画像を入れさせていただきました。ですが、この動画の制作者もオピム氏も、決してニートではありません。そこだけは勘違いしないでください。なぜあんな画像を入れたのかって、そりゃ理由は一つしかないですよね。ネタ切れで何入れるか、わかんなかったからです。
それにしてもこのステージさっきのトゲブロックトラップ以外かなり簡単に進められます。あとはここら辺にあるトゲとかに触れないように進めばおそらく猿でもクリアできることでしょう。ちくなくらい強いボスがいなければの話になるんですけどね。ボスといえばロックマンシリーズに語り継がれる氷のステージのボスは弱いという伝説は今作にも受け継がれているのでしょうか。もしも受け継がれているのならば氷のステージに挑むのは最後にしようと思います。ぬるゲーになっちゃうからね。とは言っても現段階では私にとっては不ゲーなんですけどね。 X が他の作品と比べて弱くなってるような気がします。そろそろボスですかね。私のホースがそう言っています。ようやくこのゴミクズステージのボスを蜂の巣にする時が来たようです。よくもリトライの冥界に送ってくれたな、このアリンコが。優秀な研究者だったそうだが何があった？優秀？誰がそれを決めたんです？大体私はあなた方に評価してもらうために研究していたわけではないのですよ。やはり貴様もイレギュラー化しているのか。イレギュラー？それも誰が決めることなんです？ともかく私の邪魔をするというのであれば排除しますよ。一緒やっていきましょうか。あれ、このボス恐ろしいくらいに弱いです。重力を操るボスなんて言うからとてつもなく強いやつなのかと思いました。現にスパイダーマンなどが登場する漫画マーベルコミックにも重力を操るやつがいたのですが強かったような覚えがあります。スパイダーマンとはあの地獄から来た男ではありませんよ。決して元ネタがわからない人は下に書いてある通りに検索してみてください。こいつの一番強い攻撃ってもしかしてぶつかった時のダメージじゃないでしょうか。それ以外はほとんどの攻撃はかわせます。てかもうこいつ終わりですか。あっけないですね。どやあ。ゼロの必殺技のエフェクトかっこいいですね。そいつはただの B 級ハンターに過ぎる。では今回はこれで、お疲れ様でした。